やってんなマジで、はい、ああ懐かしい。あ監督ってあ書いた書いた、あ書いたんすか、うん、なるほど、よっ、もう先輩、うん、楽しみますかみたいして、まあ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 、しんどいこと多いでしょ、妹になったら。おや、お前らの時も、若い時もよかったなって思う。なる。え、あの、あれください、あの野球道具。ああ、打った、メルカリで。なる。ええー、いやいや、野球やれよ、お前、やらへん。いや、まあ、今さっきやったんで。あんなこと言ってくれ、そう思うの。いやいや。君、やるや、やるや。あ、はい、はい、なんかされたら俺に言うや。あ、はい。言ってるから、俺が。こっち、ちょうちょて。いや、そんな。ちょっと待って、いや行くで行くで、なら大丈夫、やめやめ、練習長いな。あれも現役の時思ってたわ、そういうの。すごいっすよ。おや、あれ誰が来ました。え、おこいつフィルラさんじゃないですか。何しに来た。久しぶり、ちょっと暇やった式典。あ、そうなの。おいっす、久しぶり。おえ、てかお前、今日バイトは？あ、さっき終わった。あ、そうなの、うん、早上がりやったよ。そうそう、てかお前、めっちゃ3年生らしくなったな。え、ほんますか。うん、めっちゃかっこいいやん。ええやん、ええやん。え、マジですか。うん、ありがとうございます。なる。あ、そういえばさ、バッテ欲しい言うとったやん。あ、はい、これ、あげるわ。え、いいんですか。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。大事に使います。ありがとうございます。使え使え。なるなる。なる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 。おいおい、はい、なんか空気これええの。いや、もう今こんな感じで。なんか黙々とやりすぎちゃう。チームで。はい、ええのこれ。そういう感じで。ホケ！俺らの時ってこんなんあかんやん。はい、変わった。変わりました。いや、それじゃ勝てんと思うで、マジで。いや、変に変えすぎやろ。え、こんなん普通芝かなかったら何がおるやん。いや、芝かなかったら。いや、全然は勝てんと思うで。まあ、ええけど。はい、はい、交渉どうせや。ああ、てかさ、これ練習の雰囲気変わった？せやね、せ、気づいた？やばない？なんか全然声出てんと思う。いや、でもこれ良くない？なんか一人一人声出してめっちゃいいと思うけどな。そうなんですよ、そのような感じで今やってるんですよ。なんで？ルール？はい、ルール？はい。なんで？お前ずっとやってきたやん。いや、もう僕らになってからもうそんなんいらんかなと思って。マジその意味わからん。なんかその転倒とか大変せんところ。なる。いや、マジでマジで、いや、マジでマジで、しかしろ。あ、ごめんごめん、ベルラさん。ちょっと実家ご飯なくてさ、はい、一緒に食べていい？全然全然、どうぞ。くだ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 。よし、ご飯ですよ、買ってきてんか。ありがとうございます。いいでしょ、はい、食べこれ。すいません、調味料いただいてありがとうございます。あー、ええわ、ええわ、そんな。でも自分1年なんで調味料使ったらいけないって言われてて。いや、そんなしょうもないこと気にしてる、しょうもない先輩おらんやろ。なるなるなる